満員の盛況の中でこれから演奏させていただきますけど、まだ雨が降ってないということでね、実はまあこういう、まあ、去年からも言ってますけども、雨が降るか降らないかで、外でやってた時は非常に問い合わせとかが多くて、今日やるんですか、どうなんですか、我々もどうしようかっていう間に迷ったとかあったんですけども、今こうやって、6月までは、この大連コールウェイでやれるということで、非常に皆さんのご協力の中で、やらせていただいております。本当にありがとうございます。今日もあの一応箱を置いてますけどね、持って帰るときはですね、やっぱりコインは重たいんですよ。札を入れるときで、いろいろな思いがあるかなと思いますけど、あの気持ちなんで、気持ちの問題なんでね、あのこれはもう本当に皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。じゃあそろそろフラッパーズ、はい、始めたいと思います。最初は春がいっぱい。
まあ後のバンドはどうでもいいんですけどね。5月の19日がですね、やっぱりここで11時から。で、私たちは15時、ラストです。ですから、まあそれに合わせて来ていただければいいかなと思いますけども。じゃあ実はですね、5月は大忙しで、この、もちこんポップスで盛り上げる会のフラッパーズを除く、バンドは、4つのバンドは、連休5月の3日、レトロのステージで、いつかな、12時ぐらいからやろうかな。確かに、12時からね。バンドの順番は知りません。関係ありませんから、我々。で、実は5月の4日、次の日ですね。4日は1時からフラッパーズオンリー、フラッパーズだけがですね、スペシャルゲストで、今適当に言ったんですけども全然違う1時からやる予定です。もしお時間が合えば、レトロ の, あのステージでやりますので、ですから5月の3日4日そして19日がここ、そしてあと25、26が港祭りということで大忙しです。皆さんご存知のように我々フラッパーズは25日の土曜日の、境町のステージ、これが7時過ぎぐらいからだと思いますけども、約1時間ぐらいフラッパーズが演奏します。それからあと次の日はパレードでございます。パレードは皆さんご存知のように、フラッパーズも仮装して出ておりますので、見たことあります？皆さん見たことないじゃないですか。皆さんちょっと僕は暗くて見えないんだけど、見たことある人、あ、たくさんいますね。今年はどんな仮装か気になりません？ならないね。なるわけないお楽しみください。まあそれはそれで。ですから5月はちょっと忙しいんで、フラッパーズもいろんなところで演奏しますので、ぜひ、見に来ていただければ、聞きに来ていただければと思います。じゃあ次はお願いします。ちょっとスタッフの方、入り口閉めてください。お願いします。下手な歌が外に聞こえるので。それでは、次いきます。三好哲生さんの涙を拭いて。Thank you.
82年。82年、私がまだ生まれてすぐ、ね。石戸選手。ということで、我々もこの歌結構長くやらせていただいてます。最初の頃くらいね。はい、バンド組んで、もう実はバンド組んでもう28年。私が30の時の曲なんですね。それでなんか記憶があってずっとフラッパーズで歌させてもらってますね。まあ他にないんですよね。入れたということで、まあどんどん次に行きたいと思いますけども、今日はあの予定では、8曲予定してます。もう今もう2曲終わりましたので、あともう6曲しかございませんので、今のうちにアンコールって言われてもまだ困りますけども、ぼちぼち行きますんでね、時間は45分までいただきますので、楽しみながら、皆さん手拍子、足拍子も構いません。ただし、我々も足拍子、手拍子はやられるとこっちが来るんですよね。わかります？いいですよ、手拍子されて、全然ノリに乗っていきたいと思いますけどね。今からこの曲はちょっとしんみり聴いてください。人生の扉。
嫉妬せんでざわざわしてなかなかね、女性の曲を、まあ、ボーカルの曲をその男の人が歌ってるっていうのは、徳永徳子さんがね、よくプロの方とかやりますけど、私どもいろいろと女性曲をやらせていただいて、まあ、はっきり言ってフラッパーズはどんな曲でも、もうむちゃくちゃジャンル飛び越えてやってますんでね、皆さんが楽しんでいただければ、そして我々もまたそれを演奏することによって楽しみを分かち合えればというので、フラッパーズも27年ぐらいやってますね。実は今、まあ、フラッパーズ人数8人ぐらいでずっとやってたんですけども、もう2人かけて、今1人かけてます。1人はやっぱり、胃がんの、肝臓の手術、この前肝臓がんが見つかって、で手術して、で次の機械から出てきます。多分もう骸骨みたいになってますけどね、もともと骸骨、あのベトナムの人ですよ、皆さん知ってます、ああでしょ、そうでしょ、でそう言うと分かると思うんですけど、まあ、別名ベトナム人とよく間違えられる日本人なんですけども、今度の練習から出てくるようになりましてね、一応もう完治したと自分だけが思ってるみたいです。周りはそうは思ってないということで、次の曲行きましょうか。次はね、柳ジョージの曲で、青い瞳のステラ。
ありがとうございました。青い瞳のステラ、これも だいぶ長いことやってますね。実はですね、これは本当の話なんですけどね、キーボードがいないと曲奏がずっと狭まるんですよ。あれは練習やってますよね。でも今やってるのが30曲40曲、まあ時期に合わせてやったりする時もあるんですけど、30曲40曲の中で今キーボードがいないから、もうそれこそ15、6曲ぐらいに狭まっちゃって、やれたい曲が今もう非常に厳しい。ですから前回と、まあ、今回もそうなんですけど、キーボードが入らないでやれる曲を今選んでやってるんですよ。でも次回からはね、キーボード入ります。ただキーボードが入ったからってバンドが上手くなるというのとは違います。これ間違えないでくださいね。音の幅が広がっただけで上手くなったとは絶対勘違いしないでください。質問があれば言っていただいても結構なんですけど、まあ、多分ね、病み上がりですからね、多分タッチも間違ってね、もともと体重はもう40何キロ、50キロ切ってましたから、それがまた入院してましたんで、もう本当、骨が筋折れ物として帰ってくるはずです。ですから、多分ね、なんか、キーボード弾いてても、途中で倒れるかもしれませんね。やばいな。ですから、まあ、ちょっと練習、今度来てですね、様子を見て、で、ライブにこう出ていくというふうになると思いますんで、まあ、その時は、こう、ご期待になります。ないね。危なっかしいな。ということで、まあ、曲奏がまた変わる可能性もありますのでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。では次の曲いってみようかな。ちょっとマイクチェックで、チェックで、チェック、マイクチェック、マイクチェック、急にポーズ。ということで、次の曲は、さすらいのギター。またこれもね、ちょっと今日はね、工夫をこなしてますけど、こなしてね、やりますんでね、ちょっと楽しみにね、なんかこいつらって言われるかもしれませんけど、ちょっと楽しんでください。お願いします。おっさんが手をこいた。
ビギン。何しよう。恥ずかしがり屋なので、演奏の前にちょっとだけアルコールを入れて、恥ずかしさを飛ばして演奏してるんですが、今日は11時からということでみんな一滴も飲んでないんですよね。だからもう恥ずかしくて恥ずかしくて頭がテカってます。いやそれはいつもやないということで行ってみましょうか。ずっと好きだった
いよいよ最後の曲になりました。やっとたどり着いた。今日はもうね、あとはアルコールが入ってませんからね、入れに行くばっかりなんですよね。ちょっと熱が入ってますね。ちょっとよかったよかった、なかなかどうなるかと思いましたけどね。それじゃあラストの曲をお願いします。はい、あんまりやりたくない曲なんですが、声がもう出らんでね、年を取ると、この前も練習の時に思い切り、声がひっくり返ったりしてから、もう今日やめた方がいいんじゃないかなと思ったけども、まあ、メニューに載ってるんでやりましょうかね。顔も似とらんしね。あ、なんか沢田研二と、それは言うとくね、沢田研二の曲なんです。気になるお前という曲です。とりあえずビールゲーで。
それではラストのアンコールにお答えして、ホテルカリフォルニア。